ロジェデュブイは高級マニファクチュールでメンズ及びレディスのラグジュアリーウォッチをスイス、ジュネーブで製造しているメーカーまた時計師である。1995年ロジェデュブイとカルロスディアスにより創設され、その後2008年にリシュモングループの参加に入りました。エクスカリバーとベルベットコレクションに代表されるロジェデュブイのコンプリケーションウォッチは伝統的な時計製造の熟練技術と 規制概念を打ち破る創造的、革新的なデザインを融合させています。最近では、ランボルギーニスクアドラ・コルセト・ピレリとのコラボレーションによるモータースポーツをイメージしたウォッチをラインナップ。マニュファクチュール・ロジェ・デュブイ・ロジェ・デュブイ・マニュファクチュールは1995年にジュネーブにて創設され、4年の開発期間を経て、自社製キャリバー第1号1999年に 発表2001年にはジュネーブ郊外の名欄にガラス壁を多用したマニファクチュールを完成その大胆で堂々とした外観は自社で製造される複雑で洗練されたメカニズムを備えたタイムピースを思わせます2005年には限定ダブルトゥールビオンムーブメントを搭載したアイコニックなエクスカリバーコレクションを発売2008年8月ジュネーブに 本拠地を置く、リシュモングループは、ロジェディブイ社の株式の60%を取得し、2016年に、残りの40%を取得。2017年10月、共同創設者、ロジェディブイ氏、死去。2017年末にモータースポーツの一流ブランドとのコラボレーションを開始。ピレリとランボルギーニスクアドラコルセのビジョンあるエンジニア、 そしてロジェデューブイの素晴らしい時計製造技師たちが共に新しい優れたタイムピースを生み出します。RD01SQ ダブルフライングトゥールビヨンスケルトン RD820SQ マイクロローター付け自動管スケルトンウォッチエクスカリバーオートマティックスケルトンロジェデューブイは単にマニュファクチュールであるだけでなく名声あるディシモングループの中で独自の世界を築いています。 ロジェデュブイは複雑なキャリバーの部品のほとんどを自社製造することのできる数少ないスイスブランドの一つであり、すべてのウォッチに独自の機械式ムーブメントを搭載しています。ロジェデュブイのキャリバーはすべてジュネーブに伝わる時計製造の伝統を守って丁寧な手作業で仕上げた数百個の部品から作られる比類ないオブジェです。ロジェデュブイのウォッチのほとんどは エクセレンスの証であるジュネーブシールを保持しています。フライングトゥルビオンはいかにもロジェデューブイらしいデザイン。先進、メカニクスが明るくシンプルにディスプレイされています。ブランドを代表するムーブメント、ロジェデューブイのコンプリケーションにはゴールド、ダイヤモンド、チタンなどの貴重な素材のほかカーボン、セラミック、コバルトなど大胆で独創的な素材も用いられています。 タイムピースのほとんどはスケルトンウォッチで8本、28本、88本の限定エディションです。イノベーションは創設時よりブランドの DNA に深く刻み込まれており、これまでのコレクションとしてオマージュ、シンパシー、トゥーマッチ、マッチモア、ゴールデンスクエア、ホローミー、モネガスク、パルジョン、イージーダイバーなどが挙げられます。ロジェデューブイはまた 二つのアイコニックな最新コレクション、力強く豪快なエクスカリバー、そして芸術的でカリスマ性の高いベルベットも提案しています。ビジョンにあるエンジニアと驚くべき時計師との出会い、これがロジェディブイのモータースポーツとのコラボレーションの基礎となっています。ロジェディブイはモータースポーツといえば誰でも思い浮かべる2社と提携することでこの分野に参入しました。 ランボルギーニスクアドラコルセとロジェディヴイコの強力なコラボレーションはランボルギーニらしい特徴とカーボンなどの希少な素材をヒントにテクノロジーを駆使したウォッチメイキングを展開しています。そして生まれたのがランボルギーニをイメージした興奮を呼ぶこと間違いなしの素晴らしいウォッチです。ピレリとロジェディヴイ歴史に残るカーレースへの情熱を共有するロジェディヴイとピレリ。ロジェデュヴは フィリリの認証タイヤを用いたラバーインレイを組み合わせたユニークなウォッチを開発しました。ロジェディブイは世界各地の高級スポットで販売されています。ありがとうございます。